総一全勝の今村対決。今回の結末は高博今村 vs 余地今村。どっちも今村ですよ。さあ真ん中から同じは同時ぶり、今村陽一が同時ぶりだ。さあしかしカットバーショットないかな、どうでしょうか。さあ逃げる今村貴博、そして追う今村陽一、一回引いて最後でも一回差し込もうというところ、合計しまして 1.5 の差がついております。さあ若干のアドバンテージを今村陽一の方が持っていきました。1本目、さあどういう走りを見せるのか。まずは今村、そして今村貴博、ちょっと2つか、これは当てたということになるんですね。あれ当てちった、頑張ったんだけどやりすぎじゃね。あんなとこまでぶつけたらまずいっしょ。ラインが違う。はい、そうですね。もう最初のストレートからちょっと真ん中より、そう、あのストレートは走っちゃいけない。はい、両者当たって今回ってしまいました。今村陽一。さあ当然これは勝負ありということになります。ベスト8進出は今村陽一です。多分2人全開や思いますよ。やっぱりこうスカッとした勝負ができると思います。無気な父親に無気な負けん。最高の180乗り決定戦、角度の川端かスピードの小口か。家族総出でね、川端の息子を、ね、応援に行こうと、ね、いうことになってますからね。多分相当若い頃はろくでもなかったんでしょうね、きっとね。お前さ、はい、家族の前でそれは言わねえだろ。いやだからさ、一派になったなということで、ね、それを楽しみに見に来てるんですよ。どっちの180が勝つのか。190キロを超えてくるこの振りで、さあ、すごい川端家入った。いやいや、すごい角度。いや、しかしこれ小口もギリギリ思いっきり角度つけてぶっ飛んできて、さらにそこに突っ込んでいこうというところで川端も追いかけたんですが飛び出してしまいました。だけどさ、はいはい、スポッターのコマがいないとなんでこうなっちゃうか ね、 そうですね。いうところでアドバンテージは赤いマシン小口よしのりです。さあ川端が来る、後ろから小口、川端どういう走りを見せるか、同時ぶり、やっちまった小口よしのり、やっちまったぞ、大戻り。チキソー、うわ逆転だ。なんとベスト8進出、川端雅人。お父さんお母さんお姉ちゃん、ね、勝ち、やったね、ラッキーやね。対戦を前に静かに集中をする時田。落ち着かないと。こんな入れた時点で結構早い。いや頑張ってついていかないと、こんな感じで考えとるです。去年岡山準優勝の時田、報道対決はサドンデスの連続に。クラウンが来る、そして後ろから、さあ野村、ちょっと乱れた、時田が乱れた。さあカクカクとした状態で、それに同時ず野村健がうまく引いて入る、うまい野村健、ギリギリギリ、あわやハーフスピン状態はギリギリそれは止めたと持ちこたえたね、いうところ。さあ入れ替えの2本目、まずは野村、そしておっと、先に近いぐらいだぞ。さあ来たぞ、時田が来たぞ。さあ先ぶりに近い、同時ぶりでこのゼロクラウン、時田が、さあそしてここまでは綺麗に回ってった。この両者、この戦いはサドンデスです。いいねいいねいいね。時田正義先行、後追い野村健、どういう走りを見せるのか。まずは振ってくる、角度野村、角度野村、近い近い、さあ近いところ入ってって止まりそうな
なコントロールしてたな。大きなアドバンテージ野村健です。さあどういう戦いになるのか。アドバンテージは野村健が持ってってる。同時ぶり。さあ今度は時田が入る。今度は時田が入る。さあ時田いいところ入ってった。さあ綺麗に決めている。引いて、ここは時田もうまい。時田もうまい。もちろんこの戦いもう一本ずつ。勝負はつきません。まずはこの形でどっちがアドバンテージを持っていく。いや、どうぶりか先ぶり。野村君がインに入った。ちょっとラインを変えてったところ。さあどう出る、どう出る。あーここ大きなミス。大きなミス。野村君の大きなミス。ぶっ飛んだ2コーナーというところで、このサドンです。まずは大きな差ということになりましたね。さあどういうことになりますか。またしても挽回になるかどうか。野村健先行。後は時田正義。攻めてくるか。時田後ろに回った状態で同時ぶり。さあ綺麗に振ってきた野村健。後ろから時田正義。時田正義が行く。大きなミスがなければ、大きなミスがなければこれは勝負が決まっていく。さあどうでしょうか。もつれたこの戦い、勝負はつきました。ベスト8進出したのはゼロクラン時田正義。いい戦いだ。しかし勝負をかけた野村健、いい走りを連発でした。大きな拍手をお願いいたします。いい走りだね。野村さんのなんか石が飛んできてミラーがいなくなった。計算通りだよ。ミラーを失いつつも時田の快進撃は止まらない。初の追走進出者吉田を相手に佐久間は先輩の貫禄を見せられる。さあ佐久間、これはもう後ろを見ずに関係なく自分の走りを思いっきりしてくるのみ。佐久間すいな。いわゆる追走の走りにおいてこういう雰囲気の中では若いなという、初の追走ではこうなっちゃいますね、やっぱりね。やってもうた。キャンディレッドのマシン吉田貴則、後ろから追いマシン佐久間達也。さあこのスピードで佐久間が、あとはどう合わせることができるかどうか。吉田に本田も飛び出した。何もできず、最後まで吉田ほとんど何もできない状態で終えてしまった。まあでもね、こういう結果も予想はついていたんですが、でもね、ここに来たことが褒めるべきことだったんじゃないかと思います。ベスト8進出は佐久間達也です。達也